ルキウス・セプティミウス・バッシャヌスは、ローマ帝国の皇帝で、セウェルス朝の君主としては、第二大当主となる。本名よりもカラカラというあだ名で呼ばれる場合が多く、歴史学者たちも、このように呼称している。セウェルス朝の初代君主、セプティミウス・セウェルスの長男であり、ローマ史上に残る暴君の一人として記憶される。一方で、全族宗民に、 ローマ帝国の国民としての権利と義務を与えるアントニヌス直令を決定し、結果的にローマ領内における民族、人種による出自差別を撤廃したことで知られる。他に銀貨の改中大浴場の建設などを肯定的に評価する歴史家も存在する。ただし、直令の目的は歴史家カッシュースディオによれば税収拡大が目的ではないかと考えられており、 また、利点以外に、様々な影響を帝国にもたらしている。ルキウス・セプティミウス・バッシアヌスは、ガリアのルグドゥヌムで、元老院議員、ルキウス・セプティミウス・セベルスとその後妻であるミコ、ユリア・ドムナの長男として生まれた。彼は、ラテン人とフェニキア人の根欠であり、母方を通じて、俗州シリアなど、オリエント圏にも、出自を持っていた。 父が内乱を制して皇帝に即位すると、政治的駆け引きの一環として、かつて仙台王朝を形成していた、アウレリウス氏族との関連を持たせるために、マルクス・アウレリウス・アントニヌス・カエサルに改名したが、ほとんどの人間は彼を、カラカラというあだ名で呼んだ。カラカラとは、ガリア地方独特のフード付きチュニックのことで、彼が幼少期から好んで着ていた服装だった。209年、父から、 弟ゲタと共に共同皇帝としての使命を受けているが実質的な権限はまだ持たなかった。ゲタ共像、セプティミウス・セヴェルス帝はカレドニア遠征中に俗州ブリタニアのエボラクムで病没した。父の遠征に同行していたカラカラは同じ立場であった弟ゲタと共に実権を掌握して本格的な統治を開始した。カラカラミカドとゲタミカドは 父の始めた戦争を早々と切り上げると、帝とローマに帰還した。しかしローマに戻った兄弟は、それぞれ独自に統治を行うことを望み、激しく帝国の主導権を争った。あまりの争いぶりに内乱すら起こり得るありさまであり、二人は帝国を二分して統治する計画を立てた。しかし帝国領の分裂に危機感を抱いた母、ユリアとムナに反対され、 宮殿内での兄弟の居酒は続いていった。211年、ついに、カラカラミカドはゲタを殺す決意を固めて、この衛兵隊を抱き込み、母が用意した和解の場で弟を殺害するという強行に及んだ。ゲタミカドは駆けつけた母親の腕の中で生きたえたと伝えられている。カラカラは抗眼鞭にも、弟から身を守ったと嘘吹いたが、 カラカラの側が先に仕掛けたのは誰もが知る事実であった。カラカラミカドの敵意は凄まじく、弟を殺しただけでは飽き足らずダムナキをメモリアへを、元老院に命令している。ゲタミカドとカラカラミカドを共に描いていた通貨や、絵画からはすべてゲタミカドの姿が削り取られ、胸像はぶち壊された。さらにゲタミカドに、好意的であった貴族や、元老院議員にも、粛清の手は及び、 暴雨の重心を含めた大勢の人間が処刑された。東部増権力を確立したカラカラ帝は資金確保のため貨幣改中を行って貨幣価値を切り下げた。デナリウス銀貨に含まれていた銀量を56.5%から51.5%にまで減らし、代わりに他の金属を混ぜ込んで価値を引き下げた。同時に新しい通貨として アントニニアヌス銀貨を採用してにデナリウス相当の価値に設定したが銀の含有量はデナリウス銀貨の1.5倍程度であった。これらの行動で帝国内では貨幣価値の全体的な低下が起こりインフレーションが進行する結果となった。213年セウェルステが唯一手をつけていなかった西方国境でアルマンに属による攻撃が激化したことを受け カラカラミカドは、属州ゲルマニアスペリオルのアグリ・ディクマテスに申請を行った。同地で、カラカラ軍は侵攻する、アレマンニ軍にマイン側の戦いで、戦術的勝利を収めている。しかしアレマンニ族の本拠地は落とせず、硬着した戦況を嫌った、カラカラ帝は、蛮族と講和を結ぶことを選択した。講和は万族に和解金を支払って、撤退を促す。 屈辱的な内容であったが、元老院は国境問題を解決したとして、ゲルマニクスマキシムスの称号を与えた。同時期にカラカラは母方の故郷であるシリアなどの東方属州に赴き、そのまま後に暗殺されるまで首都ローマには一度も戻らなかった。212年、カラカラはアントニヌス直令を発布し、全属州民にローマ市民権を付与した。正規の国民には、 相続税や奴隷解放税の納税を義務付けられる点から、この直例は主に税収の拡大を狙ったものとされている。すでに、イタリア本土の住民は一部の使用人階層などを除けば、本国民であったことから、狙いが、属州に住む植民者以外の住民であったことは、明らかである。ただしわずかながら、ラテン人でありながら、純市民権に泊まる住民が農村部には、 残存していたため、彼らもこの法律の範囲に含められる。アレクサンドリアからから浴場歴史家、エドワード・ギボンはカラカラの知性を人類共通の敵とまで通話しているが、その防政が本格化するのは東方族州へ移住した213年からとなる。従って彼の応募を一心に受けたのは、ほとんどが東方族州の諸都市、諸地域であり、 カラカラの残りの知性はこれらの地域に対する略奪と虐殺に費やされたと言って過言ではない。ギボンはローマ帝国水防止でカラカラミカドはこの衛兵を従えて不満を抑え込み、元老院議員たちは粛清を恐れて皇帝の気分を損ねないように機嫌を取る日々を送っていた。拒否を投じて街中に自分の別荘や劇場を建て、 資金が足りなくなると裕福な商人や貴族に言いがかりをつけて財産を没収したり、法外な重税を敷いたりといった行動に出たと辛辣に批判している。東方属州最大の都市であるアレクサンドリアでは、カラカラが実の弟を殺害したことを正当防衛だと主張したことを揶揄する詩が流行した。この噂を聞きつけたカラカラ帝はアレクサンドリアへと赴き、 民衆の誤解を解く場を持ちたいと提案した。意外に寛大な行動を見せたカラカラ帝に民衆は関心して皇帝の弁明を聞くために集まったがカラカラは集まった無抵抗の民衆を兵士に命じて虐殺させた。集会に集まった民衆を殺し尽くしただけでは満足せずカラカラミカドはさらに数日間にわたってアレクサンドリア市内を徹底的に破壊して 民衆を殺戮した。カッシウスディオの記録によれば生産な殺戮劇の中、2万名以上の住民が殺害されたという。またカラカラミカドは、軍権力を重視した父、セウェルスの政策を踏襲して、軍事費の増加や兵士の給与増を推し進め、軍団兵の年俸は675でナリウスにまで高められた。また自ら兵士たちと食事をとったり、 人地建設で資材を運ぶなどのパフォーマンスを積極的に見せて兵士たちからの信頼を勝ち取った。カラカラは軍の力を味方につけることに成功し民衆や貴族を弾圧する権力基盤を整えた。しかし軍事費の著しい増大はセウェルス時代よりますます深刻になり帝国の財政にとって大きな負担になっていった。 カラカラは多くの競像を作ったがそのほとんどはそれまでの皇帝が好んだ哲学者風の装いと柔和な表情ではなく単発で厳しい顔つきのものを作らせている。これも軍人たちの人気を考えて作ったものであり、図らずもその軍隊から権力を散脱した軍人皇帝たちによって踏襲される様式となった。歴史家ヘロディアヌスによれば、 216年にカラカラ、ミカドはパルティア帝国との戦争を計画し始めた。並行して彼は、自らの名を後世に、明確な形で残したいと考え、数少ない業績として知られる、カラカラ浴場を建設している。216年の夏に、パルティアへの申請を開始し、ティグリス川沿いの都市を占領したカラカラは、エデス様で戻って、軍団と共に越冬し、 翌年のパルティア遠征を準備した。翌217年4月8日、カラカラミカドは護衛を務めていたユリウス・マルティアリスというこの衛兵に視察された。カラカラはエデッサを出て南のカルライ近郊の神殿に向かおうとする途中、軍列を止め、道端で放尿しているところを後ろから刺されて絶命したとされている。暗殺理由は個人的なもので数日前に 同じこの衛兵であった親族が無実の罪で処罰されたことに対する復讐であったとされる。隊列から離れて一人で用を足していたカラカラはその防政から考えればあっけない最後を迎えた。マルティアリスは馬を奪って逃げようとしたが他の衛兵が放った矢に倒れたと伝えられる。カラカラには死息がなく他の男系子孫にも適任者がいなかったことで セウェルス長は一旦断絶、カラカラに突き従っていたこの得体長官で暗殺事件に一枚絡んでいたと言われているマクリヌスが元老院の指示を得て皇帝に即位、息子ディアドメニアヌスを共同皇帝として自らの王朝建設を試みた。しかしパルティア戦争では西ビスの戦いで大敗するなどローマ軍は不利な状況に立たされた。パルティアに 多額の賠償金を支払うという講和条約が軍の不況を買ってしまい、それに便乗したユリア・マイサが軍に接近、自らの孫、ヘリオガバルスがカラカラの楽園であることを主張して、軍を買収、反乱を起こした。この反乱で、マクリヌスフ氏は殺害されて、大いに正当性に疑問符がつくものの、セウェルス長は再考された。しかし、ヘリオガバルスは、 気候を繰り返して国を乱れさせた挙句222年にこの衛兵に殺された。その後を継いだアレクサンデル・セウェルスも235年に軍の反乱で殺害され、今度こそセウェルス朝は完全に断絶したからの皇帝の排出やローマ帝国支配が終わったという意味。セウェルス家の血統自体はカラカラの父方のおじ。 プブリウスセプティミウスゲタの系統が少なくとも8世紀の終わりまで存続している。ありがとうございます。